はい、今ブリーチを洗っているんですが、あのブリーチ絶対この長さだと残ってると思うんですよ。で、何回も水を入れ替えてあげて、あとシャンプーですね、シャンプーしながら水を入れ替えてあげて、あとちょっと脱線でね、ちょっとその染料が毛髪内に今までのこう履歴の部分のカラーが残ってる可能性が非常にあるので、そこを取るのにちょっと脱線で使うパウダーをちょっと使って、整えていきながらシャンプーをして、 pH をちょっと下げて、徐々にですね、下げていきたいと思います。そうしないと色が乗らないので、特に根元の方って乗りづらくて、根元が明るくなることが結構色入れなくて結構あるんで、そこは、根元は若干暗めに設定はしようかなと思ってます。根元は明るいとちょっとバランスおかしいので、カラーは後ほど紹介いたします。とにかくシャンプーボールに水をたくさん溜めていかないと、綺麗にこう色が乗らないので、ここもまた大切なので、結構グレージュのスタイル作る時の大切さって、まずベース作りだと思うんですね。そのベース作りをしっかりしておかないと、後から乗せる色を入れてもあんまり綺麗にならないっていう風なことが多いので、僕は結構この何回もですね、この部分だけはちょっと慎重に、ブリーチとこの入れる前の状態ですね、絶対色弾いちゃうので、シャンプーをするっていうよりも毛髪内の余分なものを取っていくっていうような感じなんで、今シャンプー剤もつけて、プラス脱染剤もちょっと入れております。あんまりシャンプー、過度なシャンプーしてしまうと次のカラーの時に染みてしまうんで、ここはベースを整えるということで、シャンプー剤をつけながらですね、こういう風にここを怠って急いでやってしまうと、ちょっとうまくいかないんで、通常結構時短のメニューで2時間で大体いろんなメニューやっちゃうんですけど、こういうロングのブリーチのグレージュのスタイルの時はあんまり焦らず、ベース作りをしっかりしていかないとダメなので、もう今1時間以上ちょっと経ってる状態なんで、ちょっといつものペースよりは全然遅いんですけど、抜けづらいっていうのもちょっと正直あります。今現在でもこのぐらいの1回のブリーチでこれぐらいオレンジ味が残ってるんで、あとはもうカラーでなんとか調節するしかないかな。本来だとあと、ね、1回もしくはもう1回ぐらいかなブリーチしたいですけど、今日はこれでいきます。